大谷翔平が英語だけは、マスターできなかった理由。なんでや。かたくなに通訳使うやん。ペラペラな動画あったやろ。昔から、メジャー志向だったのになぜ？普通にメキシコ代表の監督と、楽しそうに会話してる動画、見たで昨日、でも一平が必要やからね。あと10年ぐらいいれば、それなりにわかるようになるやろ、そんなもんや。意図しないニュアンスで捉えられても、困るから日常会話ができても、インタビューは、通訳通すに決まってるやん。一平の仕事なくなるやろ。一平の仕事って、マネージメント面が強いやないの。大谷普通に、英語生活レベルなら喋れるし。英語勉強する時間で、野球したいから。ペラペラ喋ったら、一平の仕事奪うことになるから。家紋だけ覚えれば十分やろ。塁上で、いつも喋っとるやん。ラミレスだって、20年日本におるのに、片言の日本語すら喋れんし。ラミレスペラペラだぞ。一平、こいつに英語覚えさせんかったら、こいつ一生愛のもんやん。